ワールドカップに際し、大型のラグビーボールで飾られた、エッフェル塔。ラグビーワールドカップ2007は、2007年9月7日から10月20日まで、フランスを中心に、ウェールズ、スコットランドにまたがって開催された第6回、ラグビーワールドカップ。予選参加国開催国フランス及び前回ベスト8は、予選免除。残り12チームのうち10チームを地区予選で、残り2チームを、 敗者復活プレイオフで決定した。6ラウンドに分かれて行われた。第5ラウンドでは、第4ラウンドを勝ち上がった2カ国に、欧州ネーションズカップ一部2004の06上位3カ国、そして、イタリアが加わった6カ国が2プールに分かれ1回戦争当たりにより、各プール1位が本大会出場権を獲得。2位は、ホームアウェイの第6ラウンドを戦い勝者が、 本大会進出。敗者は敗者復活プレイオフに回る。4ラウンドに分かれて行われた。第3ラウンドは2005パシフィックトライネーションズを兼ねて行われ、上位2チームが本大会に進出。最下位と第2ラウンド勝者がホームアウェイの第4ラウンドを戦い勝者が敗者復活プレイオフに回る。アジア地区の対抗戦で、 ディビジョン1からディビジョン4まで分かれ、1位は自動的に昇格、再開は降格し、2006年の予選終了時点で、ディビジョン1の再開以外とディビジョン2の1位が最終予選に進み、1位が本大会に出場する。詳細は2007ラグビーワールドカップアジア地区予選を3勝。敗者復活1ラウンド12勝のポルトガルがラウンド2へ進出。 ラウンドに総得点24から23でポルトガルが本大会進出。敗者復活にトンガが本大会進出。各会場におけるラウンドごとの開催試合数を表にまとめた。フランス国内の会場はすべて1998年のサッカーワールドカップと同じ会場である。20カ国を5カ国ずつ4プールに分けて総当たり戦を行い、上位2チームが 決勝トーナメントへ進む。なお、上位3チームは、次回大会のシード権を得られる。順位は、マッチポイント制で決定される。順位は、総ポイント数の多さで決まる。総ポイント数が同じ場合は、得失点差、総得点、トライ数の順に考慮される。これらの条件下で順位が付けられない場合は、2007年1月時点での、イブランキングが、上のチームが上位となる。 ノックアウト方式で行われ、決勝戦で勝利した国が、世界一となりエリスカップを獲得する。A 組 B 組 C 組 D 組地元フランスは、初戦で、アルゼンチンに、苦配フランスでは、TF1 が全48試合制中継のほか、AITV も放送された。地上波は、日本テレビにて、日本戦全試合と決勝戦を含む、決勝トーナメント3試合を、録画中継。 CS も前回に続き J スポーツが全試合制、中継した。ありがとうございます。